フォーカス M 実況の山脇千文です。そして解説は山井博士が務めます。山井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。フォーカス M12 回戦東杯の開始です。よろしくお願いします。さあ12回戦、ちーちゃ、前原、なんちゃ、沢崎、シャーちゃ、萩原、ペーちゃ、ルミの並びでスタートしました。ドラは3万です。ラブトンが統一の前原、うん、お、あれ他の形もかなり整っていますね。うん、まあ、まとまってますね。リアンシャンテン、ダブトンナイクトン、あ、もちもち、あ、もちもち、まあ逆にね、泣いたら2球ぐらいになりそうだったんで、はい、まあ、面前で進めた方が手は高くなりそうかなって、はい、うん、ドラは3万、統一落としもあるか、トンのですか、リアン嘘を引いたらね、なんか面単品にしたいですけど、うんうん、しますか。まあしますね。泣いちゃうと日給になっちゃうんで、僕はリアンスを引いたらトン切りますけどね。切らない、山脇さんは。切らないです。でも切らないからダメなんだと思います、うん、何切るの。何ですかね、スーピン、スーピンか、スーソーか、一番微妙ですよね。スーマウマもあるけど、中嘘だったらちょっとワンチャントン切れそうかもしれない。うん、なんかいやでもこれもう最近の課題なんですよ私の。お、結構薬杯残しちゃって安くなっちゃうんで、うんうんうん、なんかシャンポンにもね、両面両面残るからシャンポンにもしづらいし、はい、だったらもう飛んでいいかなみたいな、思い切ってダブと。そうそう、ドラが1個あったらまた変わってきますか。いや一緒ですね、単品なんでね、ただのピン符だとまたちょっと変わるかもしれないですけど、あとイーペーコもあるし、確かに、あれ酸素数素考えてるんじゃないですか。酸素もある、うん、ここで。そうですね、ともちもちってね、分かってれば、うん、分かってればね、切るんですけど、ね、なんかでも中盤ぐらいで出てこないとさすがになんかもちもちっぽいなって、ね、抑えられたかなとかね、だんだん、うん、いつまではいかないか。沢崎さんがね、トンとシャーと、はい、おー、ハニアルまとまってきた、はい、赤赤になりました。ローマン、これで本一、ここでイーソーイーソーの統一落とし、お、ソーズが伸びてきました。ハギアラシャンテンですね。赤が出てっちゃうかも。ただチーピン入るとね、相当想像がいい街ですよね、うん、サブロソースチーソーみたいな感じかな。イーソーはないよね、サブロソーとチーソーだよね。あ、そうですね、うん、本当だ。イーソーは、イーソーはダメだね、ダメだ、うん、もうイーソーダメだ、うん、チーピン入るとね、赤切ってももうリーチで全然ね、はい、打点もあるし、カンチーピンになった時だけちょっと考えますかね。カンチーピン、そうですね、まあ闇天でもいいかな。なんだ、あ、ん、これはね、天杯ではない。そうですね、天杯じゃないですね。ウーマン切れば広い、あと鎮逸もある。あ、急走切ってるのか。ここはローピンを切っていった。チーピンは1枚切れでした。赤はどうやっても使おうっていう感じですかね、この後に数万とか、うん、はい、重なりもあるし、あとまあ鎮逸いったらもうウーマンもいいよっていう感じじゃないですかね、うんうん。あ、これはもう勝負ですか。アフリテンか。まあでも全然。どうなってんだこれ。サブロッキューソー。サブロッキューソーですね。はい。さあ萩原リーチを打っていきました。町はサブロッキューソーで、キューソーフリテンになっています。キューソーそうですね。ただキューソー3枚切れで休めがないんで、まあ。じゃあ高めを積もっていこうって感じですね。うん、そうですね。ハネマン狙い。どうだ。おー、休め休めだけど一発、まあ、リーチ一発つも赤裏、うん、2戦4戦のつま上がりです。マンガーマンガンでしたね。想像が伸びましたね。そうですね、うん、鎮逸までいけてましたね。急走あった天杯まででしたね。急走待ちがちょっと難しいな。 そんなうまくはいかなかったです、うん、さあトン2局、親は沢崎、ドラはイーソーです。
ちょっと苦しいね、はい、ドラと赤はありますがメンツはありません。こちらは萩原を今いいチーマンが入りましたね。そしてこちらペイチャの前原、総勢で一メンツ完成しています。やっぱ赤あるとちょっとそのバタバタはしないんですね、沢崎さんもね。なんかダメな時に結構こういろんな、なんていうかな、動いたりとか、こうちょっと変えてきたりするじゃないですか、はい、それはあんまりこうこのルールだとやらない、ね、あんまりやらない、ここまではあんまやらないですよね。やっぱ先ほどの11回戦の方はそうですね、ちょっと上がりも1回でテンパイもあんまりなかったですよね。まあ、やっぱりその仕掛けた時のリスクが高いっていうことでしょうね、うん、これまでやってきた中で法人に回ってしまうケースがちょっと多くなっちゃいますもんね。僕は結構この明かりルールはメリハリつけた方がいいと思うんで、うん、まあ、なんか中途半端に手組みしたりするよりは、まっすぐ行くと、まっすぐ行く時と行かない時ははっきりさせて、はい、もう行く行かないをはっきりさせちゃった方が安定するのかなと思ってますけどね。じゃあ山谷さんと同卓した時は、うん、来てないなと思ったらもう警戒しなくて大丈夫そうですかね。大体降りてるんで大丈夫ですよ。あっさりテンパイしましたね。さあ萩原テンパイが入りました。町はトンとシャーのシャンポン町リーチ打っていきました。うん、お、どうだろう、誰かの手にトンがあるな。前原の手にありますね。シャーは一切れ、お一発、ツーモットまた一発、一発が多いね。一発ツーモットン裏1か2戦4戦のつま上がりです。ちょっと今のところ2回裏ドラが無駄になってますけど、ね、あ、そうですね、乗ったけど乗ったけど満貫止まり、そうそうそう、 一発なんで大体みんな満貫になってるんだけど、そうでしたね、裏ドラが。でも全部2つ、2回とも一発で、はい、ちょっと同卓者3名は、うん、ちょっとね気分あんま良くないですよね、うん、さあトン3局になりました。ちっといだ、そうですね、親は萩原、ドラがウーソーです。一発積もってなんか、あ、まあでも一応泣いたりしてあの制御できますけど、うん、なんか、うん、なんて言うんだろう、まあなんか防ぎようがな い、ね、そう、偶然役ですからね、裏ドラとか一発っていうのはね、なかなか防ぎようがない契約ですよね。どうしてもそれで条件満たされちゃう可能性がある時とかに、まあ、たまに消したりとかっていう戦法はありますけど、普段はそんな無意味に消したりとかあんましないですもんね。まあ、またテンパった、テンパった、発想短期仮点ですね。まあ、なんかね、そうそうそう、やっぱな、自分の手配短くなると、はい、その補充のリスクもあるし、あとやっぱその一発で積もってなかったのが、はい、逆になんていうの、泣いたことによって積もらせたみたいな時もあるから、なんかそっちがやっぱ嫌かなみたいな。私も結構そっち派なんですよね、なんか、あんまり、でも本当はなんかねやった方がいいのかなとか思いながらもちょっとできない。性格いいんじゃないですかね、どうですかね、性格いいんじゃないですかね。さあ前原にもテンパイが入りました。ローマンとウーピーのシャンポン待ちと言っていいんですかね、中ぶくれシャンポン、手代わりが十分あります。おお、あれテンパイ外し、リャンペイコーなど見ましたか、すごいね、これはすごいですね、これは、おお、狙ってたんだ。まあ、ペイ短期もね一旦仮点でありかなと思ったんですけど、まあ、2枚切れだったんですけどね、しなかったから、なるほどこれ狙ってたのか、なるほど、あ、上がりましたね。前原が中ぶくれのシャンポンマスで上がりました。仮点でしたけどね、はい、単野を赤2600点の上がり、まあ、面白い、これは最高桂まで忘れた、リャンペイコーね、はい、そうでしたね。さあ早くもトーン4局になりました。親はルミ、ドラはイーピンです。なかなかのなんなかったかもしれないですね、萩原の、まあ、なってもテンパイ外すかどうかがちょっと分かんないですもんね、そうですね、あとでちょっと聞いてみたいところですね、うん、さあ沢崎はチュンが統一になりました。こちらは萩原、ピンズが多いですが、メンツは一つ、ここはチーマンから、あんこ、まあ、上のね3色狙いで、はい、
このチューン、あ、泣きませんでしたね、1枚目。1枚目する。2枚目どうするか。うん、いい感じですね、前原は。そうですね、いい感じに角が伸びています。これでイーシャンテン。3色は見切った。はい。珍しいですね。珍しいですね。急走がね、3枚飛びだったんでね。はい、ドラ。お、トイツがちょっと目立ってきました。開いた。開いた。6チッパー。さあ、ウーマンアンコ。これでイーシャンテンですね。素直に角が来てくれるといいですよね。そうですね、あんまりね、こう自分で考えなくてもいい角だと嬉しいですよね、うん、チーテンを見たら白を残しときたいんですよね。ここはペンちゃんを落としてきました。そうそう、ウーピン2人切ってるんでね、はい、裏筋の9ピンを先に処理して、ここはねウーピン2人現物なんで、うんうん、まあ比較的安全牌なんでいらないんですけど、スチピン引いた時にね、さらに広く受けられるんで ね、はい、でね、残しましたね。ちょっと一瞬手がかかりましたが、まだ残しましたね、うん、うーん、イーシャンテンは前原とルミ、ルミチュンちゃんもあるのかな、ルミはね、あ、そうですね、うん、全然気づかなかった、まあ、だからローマンを一番右に置いてるんですね。そう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 、まあ赤があるとね、うん、どうしても純ちゃんちゃんたってあんまり狙わないですから、うん、うちに寄せますもんね、うん、どうしてもね。そうですね、この後映ります、これね、ほらローマンが、うん、あれこれどうしますか、これテンパイで、あ、そう、まあ、テンパイか、うん、ドラがいいピンですからね、はい、まあ、ここはリーチで、さあルミこれでリーチを打っていきました。町はイースーピンです。川にはイースーピンはなし。1,2,3,4,5、あと3枚、うん、まあ、結構ねウーピンがやっぱ2巡目に出てるんで、はい、相当ね裏筋で危ない範囲ではありますから、ということはあんまりすぐには人から出てくる範囲ではないですかね。そうですね、他者から出てくる範囲ではないですね。ただ山にも残っています、まだドラも残っている、ドラがあるんですね。前原はどうする、あ、ここにドラが1枚来ました。うーん、さあだきまた遠いですからね、形がちょっと厳しいですね。チートイーシャンテンだけど、リャンピン一応ね筋なんですけどね、ドラそばなんですよね。数層も一応通りそうっちゃ通りそうですけど、まあ、こういう時にね僕はあんまり中途半端にいかない方がいいと思うんですけど。ほう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 、というと何切りますか、その場合は。と言ってもね安牌がないんですよね、なんでリャンピンみたいな、とりあえずイーシャンテンをキープ、うん、ちょっと恐る恐るいきましたね。恐る恐るだけど、まあでもイーマンが4枚出てて1、2、3がないんですよね。あ、なるほど、ということはまあ、うん、だからリーチドラからみたいな、まあ関連ピンで打ってもリーチドラぐらいかなという、赤もありますからね、うん、ちょっとだまた困るな、まあ、そうですね、3万も通っていない範囲です。数層か嘘かな、まあ本当に通りそうなのは数嘘かな、嘘、あ、そうですか、うん、76層とリャンドが通っていて、そう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 、あ、3万、あ、でもそっか、今自分で通した牌ですね。3万通りましたね。あ、そうですね、これでみんな3万が切れましたね。澤崎さんね、ここから一応3万泣いて形式転廃とかもいかないですもんね、無断に、うん、うん、泣いてまだイーシャンテンス、ね、転廃あった、ウーソーさっき切りやすいって話じゃなかったですか。そうですね、これはいきそうですね、追っかけそう。ユミさんがピヨピヨ、うん、ピヨピヨ口をピヨピヨしてる、ピヨピヨしてます、ピヨピヨ、あ、口がねアヒルみたいな、アヒルみたいになってますね。さあ、これ泣きましたね。そうですね、そしてこれ3色があるからね、そうですね、うん、これでイーシャンテン
リアンシャンテン？リアンシャンテンです。リアンシャンテン。三色にするにはリアンシャンテンなんですよ。そうなんだ。前原の町は六九万。あ、数ピンを積もりました。ルミリーチツモ千、あ違うな、テンパネだ。1300オールの積も上がり。親番が上がりましたか。はい、親のルミが上がりました。ピヨピヨして呼び寄せたんですかね。呼び寄せそうなんですか。言いそうですよね。それだったら毎回あの口するよね。呼び寄せれるんだったらね。さあ、トン4曲一本馬、親はルミ、ドラはイーピン、またイーピンですね。うん、レンちゃん、そうなんだ、まあ、とりあえず手なりで進めて、はい、前原小さそう、嬉しい、うん、いいですね。一応本日見るか。はい、こちらは沢崎、ドラのイーピンを引きました。まあまあ、ローピンあたり引くとね、ちょっとグッと締まりますね。こちら萩原は初が統一で赤嘘があります。トンバか、まだそうです、トンラスです。うん、ただここまでかなりポンポンポンと上がりがあって、うん、全然多分時間にしたら10分ぐらいしか経ってないんじゃないですか。そうですかね、体感ですけど、うん、もうちょっと経ってるかな。ちょっと経ってますかね。フォーカスエイムちょっとあのみんな割とテンポいいんですよね、うん、うん、まあそうですね、はい、あと決着もね早くなるんで、どうしてもやっぱ攻める人が多くなるから、はい、やっぱ公式ルールと違ってね、1対2とか、うんうん、結構出てくる人が多くなるから上がりが早くなりますよね。そうですね、流局も少ないですもんね。うん、流派にしたいんですかね。ペーチャー、そうですね、二役だから山原さんの急走切りがねちょっと意外だったなと思って、はい、うんうん、なんすっと切らないんだと思って。山井さんは何切りますか。うん、何切っちゃいますね。うんうん、お、マンザが伸びてきたのはルミです。あ、でもこれでローソーか、まあ単用にしたいけど、まあそうですね、はい、いいシャンテンです。うん、これでチューンはポンテン取りそうですけどね。前原さんはまだ川には打たれていません、うん、そうですね、一応泣いて天杯、前原は天杯取っていくイメージですね。うん、これでリアンカンですね、はい、お、いいとこいった。一応イーシャンテンか、あ、取らずしましたね。あ、そうですね、シャンテンに戻しました。カンリャンゾー、あ、リャンゾー2枚切れですね。うん、下に伸びましたね。これで赤使えそうですね。チュンポンか。チュン、どうだ。泣きましたね。選択ありますね。まあ関数マンでしょう。なんでですか。三万引いたから。あと一応九万が二人早いんで、はい、ローマン持ってる可能性もあるという。実際はどっちもそんな持たれてないですか。あ、数万2枚持たれてて、ローマンが1枚、まあ、うん、あ、これで、あ、上がり優先ですね、ある方で。まあ一応9万はもうね、うんうん、売り手になっちゃうから、両万引けばね1数万っていうのがあったんで、はい、まあ、全てがピントが合ってるのがチーマン切りっていう、うん、さあ前原はチューンを鳴いて両万待ちの天杯を入れています。安いですけどね、上がりを取りに行って、はい、うん、あ、沢崎もテンパイですね。あ、ここでつもぎりリーチといきました。町はサブローマ、あ、しかも3色ありますね、うん、3万で3色。そして萩原も初オープンしてイーシャンテン、まあ、つもぎりリーチなんだけど、うんうん、ちょっとやっぱ怖いですよね。あ、リャンマン、あ、リャンマン、そうだ、リャンマン、このリャンマンは前原の上がりとなりました。チュンのみ、1000は1300点の上がり。これもこうね、さっきも沢崎さんが仕掛けて、はい、ルミさんが上がって、今度は萩原さんが仕掛けて
前原さんが上がってみたいな、こう仕掛けによってね上がる人が変わってるのもありますよね。食い流れてみたいな、食い流れてとかね。さあ難入しました。親は前原、ドラは数層です。数層1枚ありますね。あ、初あんこだ、うん、めちゃくちゃいい。なんかピンズで一メンツ、うん、難入しましたよね。難入しましたね。トップの萩原さんね。そうですね、そのまま2回漫画上がってますから、うん、そうですね、うん、いいんじゃないですか。ルミさんいいですね。沢崎はちょっと常に上がりに結びつかなかったり、今の本当は、うん、今のね、そうですよね、そうですね、形が悪かったんだけど、こうなんとかね、うん、天敗まで持っていってみたいな、で他の人が上がるっていう、うん、なんか私のダメな時のやつです。 そうだね、それでもなんかこううまくできる方はいるじゃないですか、うんうんうん、私はもうダメなんです。ダメなんだ。あ、いいとこ行った。お、いいですね。フェンちゃんを払っていきました。それでついてねついてねとかって、うん、ついてねついてねで終わらすのね。ついてねついてねとか言って言えるですけど、うん、いやどうする。まっすぐだとねシャアなんですけど、ここは何から、いいシャンテン、なんか沢崎もこのまま行くとニラスになっちゃいますね。うん、そうですね。じりじりと開きたいところですね。あ、ルミさんいいですね。いいですね。ドラさん、赤赤ドラ、ローマンはチーするのかな。しそうですね。しそうですね。ドラさん漫画、ここで漫画大きい。あ、親番、あれ親番がまた、あ、親は変わってますね。前原の親番で難入してます。前原さん毎回のボタンを押さないで青いとこ押すから、ね、親が変わってないんでさっき本場もついてなかった、ね、ついてなかったですからね。さあ M リーグの時はちゃんとやってんのかなM リーグの時誰かが押してあげてるんじゃないですか。押してあげてんのか。これあれ萩原さんシャーチャーだね。はい、ってことシャーポンもあるか。あ、そうですね、あのランプが、お、あ、リーチいった。漫画闇天漫画リーチいきましたね。いきましたね。ここ思い切って羽も、あ、テンパった、あ、テンパったテンパった。ローマンは当たりです。いや、さすがに親番か。ラローマンだ。うわ、これはルミの上がり。リーチ一発、ピンフタンヤオ、赤赤ドラ、ハネマンですね。1万2000点の上がりとなりました。カンチーマンじゃね、やっぱり弱いから。ヒントも少なかったですね。はい、数えてる。ハネマンですよね。あ、そして親ですよ。親です。前原さんが親です。そうです、そうです、そうですよ。親だったらインパチでしたねそうです、そうです。さあ何2曲になりました。親は沢崎、ドラは数万です。ここでちょっと上がりたい沢崎。ただ表情はかなり落ち着いてますね。まあそうですね、もう淡々としてやってますよね、うん、まあこういう日もあるよっていう感じじゃないですか、うんうん、あ、また初があんこの前原さん。あれ、さっきもあんこでしたよね。まあ、さっきもあんこでした。混ざってますはいが違いますからね。違う違う、青と黄色の、うん、こんなことあるんですね。うん、まあたまにありますよね。たまにあります、はい、この次ももしあんこで上がってきたらちょっと疑った方がいいんじゃないですか。何を疑うんですか何も疑わない、偶然ですよ。偶然ですか。3回あることもありますどのぐらいの確率なんだろう。天保ぐらい。うん、結構すごいですよね。あんまりないですね。まあ厄配あんこで来るっていうのもあんまりないですからね。ついてる時は結構ある気がするんですけど、薬、うん、がね、1巡目であんこになったりとか、薬杯、うん、あんこはね一番こういろいろな選択肢があるからね、うんうん、私は泣こう泣こうって思ってるんで、うん、お、俺自分で引いちゃったのみたいな感じで、うん、結構
嬉しいんですよね。あ、ドラの数万ドラ数と切りましたね。まあ、3万も切ってますからね、はい。沢崎さんはですよね、うん、3色にするにもちょっと時間がかかりそう、ここはパーマンを切っていきました。ルミさんのドラ切りがどれぐらい早いのかっていう感じですよね、うん、1色手とかだとこっから遅かったりするんですよね、はい、ドラ切った後でも、うんうん、どう見えますか今のところは。今キューピン出てきたんで、はい、まだ分かんないんですよね。この後例えばパーピンとかチーピン出てくると、はい、あ一色にいったなみたいな感じ、まだちょっと残ってるかなって感じします、ね、うん、そうそう、まだ時間かかりそうだなって感じますけどね。さあ前原これで一応イーシャンテンです、うん、イーシャンテンと言っていいのか。であとまあこうなると、はい、なんか親だからって言って押さえつけリーチもあんまり効かないんですよね、うん、手が入っちゃったら来ちゃうんで、はい、だからやっぱりある程度十分形にしないとちょっと怖いですかね。もう形良くなりましたよね。なりましたね、一気に通も見えて、これもちょっとまあまあ良くない。イシャンテンかな、うん、ちょっと右側の方がちょっとブクブクしてきましたよね、はい、あでもイシャンテンですね。萩原もイシャンテン、うん、前原も変なイシャンテン頭がねウーピンとウーサンソーで、はい、おこれはいい形だ、これはいいぞ。どっちが舞台かやっぱスチーピンの方がねいっぱい持ってますから。おっ広いのは換算素払った方が最終決強いですよね、はい、ただ6球間も結構出てるのか。9間目に見えて3枚切れてますね。これは難しいですね。連想を打ってで運送引きにも備える手もあるし、うん、もういうんしし、これですよね。九万が3飛びなんですよね。だから9万も1個切れてますしね。うん、ちょっと6あテンパった。このテンパ嬉しい。リーチあただ6九万今ないっていう話でしたよね。薄い薄いですね。まあ、でもそっか前原の目からは一応ローマンが九万、うん、も1枚、はい、まだ。うわこれは沢崎さんはちょっとね勝負したいね。行きたいかどうだ。このイーソーは通っていない。 これはでも行きましたね、まあ、これは結構ね勝負形になってますよね、はい、打点もあるし。どうだ9万が1枚とローマンが1枚。うわ難しくくるな。パーピンかしょうがない。まだいいシャンテン最後チーピン勝負かみたいな。あらららら戻ってきた。ここで現物の馬切りとなりました。そうですね、リーチに対応してドラ6球間は残り1枚ずつ。ルミさん今トップ面ですもんね。そうですね、先ほどの1万2000の点の上がりでローソー萩原ロースを引いたということは、あでもいいシャンテンか。これはまあ相当怖いけど行くでしょう。行った行きましたね。さあ沢だけ親の追かけリーチです。町はサブロッキー層。お危ないか。あ危ないか。いや3層入ったら危ないけどこれはこれは通ってはいないけど、まあピンは3枚見えてる。バーピンも打てない。うん、馬引きましたね。両方の現物ですね。まあ2件リーチはちょっとね。はい、ミさんはペガル。あそうですね、シャマル。スーソーは隣。うわー9万かー、これはかわいそう。あしょうがないですね。前原の上がりです。リーチ初、裏はあるあ、浦さんだった。浦さんだったよ。前原の上がりは2600点です。なんかうまくいかないですね、うん、そうですね、ちょっと今日は牌の巡り合わせがちょっと悪いですね、うん、さあ難3局になりました。親は萩原、ドラはスーソーです。トップ目がルミさんですか。そうだと思うんですが、あでも本当に近いですね。1000点800点差だ。はい、
で沢崎前原親がないんで、まあトップを狙うのはちょっと厳しいですからね。2人はもう3着のラスの押し付け合いでしょうね、うんうん、ここでちょっと見苦しいですねいやでも20点大事なんで、そうですね、そういうやっぱりあの局面も出てきますから、はい、そういう時のための練習だと思ってフォーカスエムはね、はい、やってますから。そうなるとここで例えばあの、まあ、手配を見て、うん、まあ、ちょっと安い手でも、うん、上がるっていうことも全然上がりますね。だから逆に例えば前原さんがリーチ来たら沢崎さんそれかわしたいし、うんうん、沢崎さんが来れば前原さんかわしたいしみたいな。でどれぐらいの点差をつけて最後いくかですよね、はい、もちろん今高い手上がるに越したことはないですけどね、うん、ちょっと手配との兼ね合いといったところでしょうか、はい、まあ、ハネマンぐらい上がっておくともしかしたら2着もあるかもみたいになるんで、ね、手配によるけど、これはちょっとハネマン、ハネマンは狙えます ね、 ね、沢崎は。こちらはチートイツのイーシャンテンなんですよね。ドラヒを残した、うんうん、完全にチートイってわけではないみたいですね、はい、つてか何を泣いていく手もありそうですか、うんうん、おお、これでイーシャンテン、イーシャンテン、うん、ルミ も一応イーシャンテン、この親はちょっと4戦折とかされるとちょっと嫌かなって、うんうん、なんだリャンマンか、3色にしたいが、3色崩れちゃってもリーチ打ちそうですか。3色崩れたら2000点か、2000、あでもドラあるんですよね、うん、いや闇点で2000点だと、あ闇点で2000点、まあ、一応3着目にはなるけど、あなんないた、なんだ来ましたね、テンパイ、テンパイ萩原、うん、ドラドラですね、でテンパイが入りました、コッパーか、3ピン前原が2枚持ってる、あー今来た、これで、あこれで出ないね、リャンウピンスーピンですね、リーチ行くか、行きますか、行きました、さあ前原、うわこれは萩原は行きづらい、あー来た来た来た、迷わないか、これはこれはぶつかりになりましたね。さあ沢崎は6球満待ちのリーチ、待ちはでも前原の方がいいですよ、あこれリャンあれだな、でそれは当たりだな、あリャンピンもスーピンもまたですもんね、はい、さあこのヤンピーは前原の上がり、はい、ね、乗らず、ね、リーチピンフ一発、うん、3900点の上がり、3ピン待ちもあるのなかったですね、もう結構詰みみたいな、そうですね、感じでしたね。そして沢崎はまた上がれない、うん、さあ早くもオーラス、3球ってことは800点差でしたからね、うんうん、まだ3着は目指せそうですか、47差、いやいや萩原さんですね、あ萩原、うん、うんうん、47差ってことですよね、そう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 、さあオーラスです、親はルミ、ドラは初です、1000-2000でいいのかな、点差はどうでしょうか、で沢崎さんは満貫上がれば、うんうん、一応前原さんは買わせますね、沢崎は満貫、あ出上がりで大丈夫ですね、出上がりで大丈夫です、で萩原が1000-2000でいいかな、ほうほう、アルミが親番なので、うん、26直か1000-2000みたいな、はい、前原の2着以上浮上はどうですか、萩原さんか、マンツもダメですね、ダメですね、羽ツモも100点届かず、あららら、リーボー出て羽ツモみたいな、うんうん、じゃあ3着確定の上がりも、まあ、はい、もうそうですね、手配によりますが3着狙いっていうのありますね、はい、さあルミが仕掛けていきました、ローピンをポン、そしてイーシャンテンです、ポン用1500か、うんうん、仕掛けていって、はい、とりあえず伏せれますよね、これね、あそうですね、うん、47差だから、もし流局間際になったら上がんないで伏せるとかもあれですよね、トップが偉いだけに、そう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 、もしかしたら連チャンはしないかもしれないですか、ね、そうです、はい、途中なんかまあ普通に上がりに行って上がれたら上がる、うんうん、で上がれなかったら伏せる、上がれなかったらっていうか中局間際までいったら伏せるっていう手ありますね、はい、ただ単野を仕掛けなんで手詰まるかどうかがね、うん、あら赤さんだな、これは赤さん、沢崎さん、沢崎、イーシャンテンの赤さん、マンガン、ハネマンツモでも変わんないからね、ハネマンツモでも、ハネ直で一応萩原からハネ直で
2着にはなりますから。萩原来た時にどうする、あれテンパイじゃねこれ、これはテンパってないかったです。あ、テンパってない、すいません。イーシャンテン、あ、テンパった。そしてテンパイはルミ、リャンウピン。うーん、今の段階だと上がりそうですか。え、上がりますね。あ、これもテン、あ、これはイーシャンテンだ。ドラマネー出ちゃうんで。あ、刺し子もあるぞ。うん、合間まであるか。あれ、流派ドラ切った、切っていきました。うん、これはもう上がりますね。ルミはドラ萩原が打ってきたからですか。そうですね、もうかなり煮詰まってるのは分かりますんで、はい、うーん、あ、いいピン自分で切ってますね。うん、まあ3、4、5にしたいんでね。あ、ルミの上がりだ。そうだ、そうだね、このリャンピンはルミの上がり、単野を1500点の上がりです。ちょっと刻みましたね。はい、ただ1500、4、7差だったっけ、47差1500、62は1200、2000は、あ、でも1本馬、1本馬だからいけますか、1200、うん、さあオーラスの1本馬、親はルミ、ドラが初です。あ、また初だ、思ったですよ、混ざってます、偶然ですよ。こちらは前原、マンズが多いです。沢崎はちょっと厳しくなりましたね、さっきの赤さんが上がり、うん、手は来たんですけどね。ちょっとルミの表情も険しいけど、あ、でもまたちょっとピヨピヨして、ピヨピヨしてました。違うタイプのピヨピヨしてます。いろんなタイプがあるんだね。いろんなタイプの刺し子か、これ何、はい、生ですからね。そうですね、役割になるからあんこにしたいけど、そうじゃないとちょっとねピンフつかないから切っていきたいですかね。そうなんですね、とりあえず1枚も捨てられてますね。6200差だからね、1200、1200でいいか。そうだね、1200狙いか、はい、赤ウピにくっつけて。そうですね、あ、マンズが寄ってきました。これはマンズに行きそうですよね。羽間 OK になったね、これで前原さんは羽つもで2着、はい、はい、あ、本、本場で、はい、見たからですね。あれ、これ差し子に自然になるかもしれない。そうね、うん、どうせ赤使いたいしね。闇点にして、はい、積もったら OK、ふんふん、直撃でも OK みたいにしとくと、ふんふん、結構狙いやすいですよね。都合がいいですよね。なんで3万とかウーソを引いて関数ピン、はい、闇点みたいな、ふんふん、積も OK、 直撃 OK みたいな、うまいこといけばいいですね。うん、お、赤ウーソが来ました。佐々木さん、マンツモ、マンツモですよね、今度は。出上がりがダメになっちゃったから。今日はちょっと苦しい戦いを強いられています、うん、沢崎。お、でも、単野方向。チーピンか。あ、チーピンか。まあ、両冠。目いっぱい行きますかね、シャーキって。ルミさんもね、あ、イーシャンテンですね、流派があるから。うん、なんだこれ、1点ぐらいかな、うん、ペーチーマン3万みたいな、9万、3万ペー、うんうん、チーマン9万、あ、なんこになった、まあ、これで数万きてね、1シャンテン、まあ、その1通になればいいから、ペーが2枚切れ、あ、ね、切っていった、うん、まあ、もうペーはダメだってことですね。さあ、こちらもイーシャンテン、先にピン詰めたいですけどね。あ、あ、ドラが重なった、イーシャンテン、あれ、あ、ドラが来ちゃった、まあ、ここは出ないとして、そうですね、しばらく出なさそうです、うん、まだもう一枚ある、あ、一応テンパイ、まあ、一旦闇点ですね、役はありません。チーマンとリャンピンのシャンポン待ちで、テンパイは沢崎、ん、二差しにはしないか、スピー、うん、二写真はちょっとなんないかな。お、これでピンフの天敗。さあ、沢崎がリーチを打っていきました。待ちは6、9万。なんつも。
私も一発か。あと1個しかない。あとローマンが1枚だけ山に残っています。1個っていうか言い方は合ってるの？1個一杯とかじゃない？1杯でもいっぱい残っていますってなっちゃいますよ、いっぱいだと。ああ、そういうことか。いっぱいと一杯でも1個はなんか1枚、なんか変だな。1枚ですね。1個はなんかちょっと変。1枚、そうですね、1枚だね。1枚。ノアルミスさんはいかないですよね、もう。伏せてトップですね。はい、引きなんで。ただありますか、なんか。あ、まあ、数万は取ってますね。うん、そうね、数万。嘘はなんか、そう、一応筋。筋。うん、4万。あ、数万自分から4枚見えてますね。あ、ノーチャンスってことね。前原もスッとやめましたね。ここはもう直撃だけはっていう、はい、さあ萩原は行くんじゃない。ドーピンじゃないか。ドーピンだ。これはどうだ。これでリーチ。おおおお、さあ萩原も追いかけリーチ。町場リャンソー、沢崎さんから上がれないんでリーチしましたよね。上がれないっていうか、まあ曲がっても裏条件になってしまう。そうなんですよ、はい。いやいや、リーチしないと何ドラで26だから、あれリーチなんだ。あ、リーチ、あ、なし、うん、なしだと。そうですね、そう、闇点で26は日給は足りないですか、うん、そうですね、26は日給は残給足りないですね。ルミから直撃だけは OK なんだけど、それを狙わないで沢崎からも上がれるようにリーチしましたよね、はい、これだと誰からでも OK。 そうそうそう、しかも自分もね結構酸素数素切ってて。そうですね、言い待ちに。リャンゾーがちょっと盲点になりそうな捨て牌になってますね、うん、ベタやめ。おお、中筋か。ん、どうだ次。リャンソーもちょっと数えたいけど、リャンソーいっぱい切れてるな。1234、うん、枚皮と562枚。2対1。あと3巡ほどです。2巡か。沢崎も苦しかったですけど、ここで一矢報いることができるか。いいピンとのか。沢崎はこれが最後のツモ番なし、うん、なし。積もれるか、積もれるか。うん、やった、逆転リーチ。ツモ難赤2004000は2104100の様上がり。萩原これで逆転となりました。お見事。でもなんか苦しそうな表情ですね。さあ、1着萩原、2着ルミはちょっと悲しそうですね。3着前原、4着が沢崎の並びで終了となりました。この後インタビューがあります。準備します。はい、なんだっけ、ここでそっか、うん、に何もない。沢崎さんとルミさんが来ます、
休憩中いや休憩中、うん、CM 中あ、来たはい、それでは対局を終えた、ルミさんと佐々木さんにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ルミさんからお話を伺っていきたいと思います。はい、今日の11回戦12回戦を終えていかがでしたか。まあぼちぼちって感じでした、ね、あんまり聴いてない曲もあったり、あんまり良かった曲がなかったかな。ちょっと難しかったですね。このトイトイで、11回戦の方なんですけど、はい、トイトイで、1回テンパイはしたんですけどドラム数ピン打たずに、はい、回った曲とかあったんですけど、ね、1回戦目だから数ピンぐらい切っちゃえばいいと思ったんですけど、まあ、万が一前原さんにマンツーって言われたら、マンツーって、まあ、でも言われないと思うんだけど、その後ポンとかされてもちょっとなと思って、って感じでしたね。まあ、面前だったらね、切るんですけどね。1枚ずつ数アンコの時点で残ってたんですけど、全部脇に、まあ、いそうでしたよね。いそうだったなと思ったんですけど、だから先に重なるか、数ピンにくっついたら別にまあでもな、見切っちゃってるからなって感じでしたね。あと12回戦の方は最後ね、トップ名でしたけど、ちょっとね、面前で行くにしてもなんかちょっと統一っぽい感じでリアムピン弾けなそうだなとかいろいろ考えちゃって、ね、チートになったらドラ使い切れるからと思ったんですけど、ちょっとなぁと思って、あの単八で一本番になる前に親番で仕掛けた時は、はい、上がらない選択もありましたか。終盤だったら普通に脳天で伏せられるんで、ただあの順目だとすがに上がらないとドラ切ってきましたし、ね、そうなんですよ。ダマ天で万眼とか入ってるとなと思って、なんかでもリーチしても裏乗らないしな、シャン点数が進まないしなっていう感じで、あんまり聞いてないなっていうのはあったんですけど、まあだからラストは取らなきゃいいなっていう感じで、2着、まあ、3人なんでね、3着2着っていう方はメインじゃないんで基本1着4着の人がね基本メインだなっていう感じなんで、暴れてますもんね。そう、地蔵かなっていう感じでしたね。うん、結構テンパイも上がりも あったはあったんですけどね。そうですね。ペンちゃんな、ペンちゃん、ドラが数万の時のね、ペンちゃんタイプ払ってね、即引いてね、もうドラまで引いちゃってみたいな、あれぐらいもう、下手、マージャンが下手だなと再確認しました。いや、そんなことは、また今日が自身のサードシーズンの、はい、開幕戦、はい、だったのでね開幕戦みんな開幕戦でしたね、今日4人は、だったので、はい、またじゃあこの後も引き続きトップというか上位を目指して頑張っていただけたらと思います。今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして澤崎さんにもお話を伺っていきたいと思います、はい、完璧でしたね。メインの人4着4着ね何も起きなかったですよね。何も起きなかった。4着は任せてってやつ頼もしい助かった。いやでも、まあ、でも勝負ってのはあんまり入んなかったですね。まあでも形にはなってたからね、まあでもリーチ行く必要はないぐらいだよね、出来悪いからね。まあだから本当は着順変わんないような上がりで黙ってんなんだろうねと思うけどね。最後ですか。まあ最後は最後だよ、それは行かなきゃしょうがないからね。最後以外はそういう形じゃないかな。サブローマンの高め3色とか、あれはもうほら、切り順が7、5だったから、あ次3だよなと止まってたから、だからまあそこはまあそういう間違いあっても不思議ないけど、3は持ってるんだよなっていうふうに思ってたのよね。あ、持ってました。だから1回だけは回ったんだけどね。あ、前原さんの仕掛けの管理はね、まあらしいよね、ああいうのはね、ありそうな間違いだからね。リスマンか管理はもう返せない。3万ってことはさすがにねえだろみたいな、いやでもわかんねえなみたいな。いやだから管理はとか、ね、そういうリスマンとか、まあ十分そうでしょうね、なるほど、そうでしたね。全然
上がりがなかったですね、沢崎さん。まあ、いつものことよ。そうですか、大丈夫。いつもすごい上がってたよね。チートでね、1回だけ3品、うんうん。そうです、上手なのね。ね3品、昔と言ってパスを追い越しちゃったんだけどね。たまたまやね。うん、うん、うん、あれはそうでしたね。萩原さんもリャンウーマン行ってて、もう何売っても罪みたいな状態になってて、リャンマンドラでルミさんのリャンウーマン切るか、うん、沢崎さんの3品切るか、リャンマン切ればテンパイだったんですね。あ、そうでしたね。萩原さんもウーマン短期かな、ウーマン待ちでテンパってて、もう積んでましたね、うん、お手上げって大丈夫、一番最後に積んだ僕だからね。いやでも今日はちょっと苦しい戦いとなってしまいましたが、まあきっとこの後もあのまだまだ、はい、長い戦いになるので、匠の技が光りますよ、気づいたら多分上の方にマイナス300ぐらいだとどうしようか、初戦バスが過ぎちゃうね、名前消してくださいとかね。、はい、あ、成績表が出るみたいです。はい、うん、全然1回のトップでまくれる、僕より下の人がいるの。信じられないな。でもほら4回打ってる人がいますからね。あ、でも2回打って一緒の人がいますね。なんか古橋君がトータル1位ってのしてたけど、あ、うん、これで僕は今日最下位だよなと思ったのにさ、え、なんなの本当に信じられない。あの、そんなでも小さいラス、あのラスが 43.0 は小さめですよね、うんうんうん、そう73とかだって柴田国士、ね、そうそうそう、国士打って、だから100万そうだよね、上がった人がいたら振った人がいるよね。そうですよね、つまんなかったらみんなね、等しく等しくって、まあ親以外そうね、うん、はい、というわけで、まあこの後もどんどん続いていきますので、まだまだですもんね、まだまだ3月、まあ100万2回ぐらい上がりたいね、はい、とりあえずね、ぜひ。1回でも十分ですよ、私は。欲張りだからさ、欲張り、楽しみにしてます。はい、はい、というわけで今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では交代しましょう。はい、1個だけあったね、なんか小寿司みたいな。あ、そうそう、ありましたね。あ、それ僕はペンだっけ。すごい遠い小寿司。そんなに遠くないさ、私はそんなにだって1個、1個あるめっちゃ楽しそう。喋りながら。お疲れ様でした。よいしょ。はい、対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。では萩原さんからお話を伺っていきたいと思います。はい、対局を終えていかがでしたか。必死です。最後トップだったのに全然苦しそうな顔をしてました。いや、やっぱりね、沢崎さんとか前原さんとかそういう大ベテランのなんていうのかな、持ってるものっていうのはやっぱ僕にはないし、これからたくさん経験していく中で意識せずに自分の中にいい部分が入ってくればいいなと思ってはいますけど、やっぱり M リーグのシーズン始まってなんかもう調整とかもうそういうことじゃないんじゃないかと、もう必死に一曲一曲を打つしかないなと。で、まあ、それでね、本番で力、肩に力入りすぎないように、うん、っていうこととかもちゃんと理解した上でとにかく必死に打ちました今日は。いやでもすごいあのいい上がりも、まあ、12回戦の方も一発つも一発つもから始まりましたし、そうですね、まああの東二局と東二局は、まあ、狙い通りな形にもなりましたしね、うんうん、だから、まあ、内容的には自分のいい部分が、うんうん、もちろんトップと2着だったんでそういう風になるんですけど、出た1日だったかなとは思いますけど、でもいい部分が出たからといって常にトップにつながるわけではないのが麻雀なので、なんか悲壮感なく必死にやりたいっていう感じですかね。なんかちょっと辛そう、なんか上がっても辛そう。いやいや、すごい楽しかったね。もうあの打ってるのはものすごい楽しかったし、やっぱり、まあ、沢崎さんと前原さんとは本番でも当たる可能性ありますけど、まあそこにねルミネとかがいるっていうのはものすごいこう面白い組み合わせだし、なかなかねないので、楽しみながら必死に打ったっていう感じですかね。ツイートイツでテンパイからあのリャンペイコあれね、もう あそこですよね、ああいうとこですよね。6球まさ聞いたらもう絶対もうリャンペイコに行こうってちょっと決めてたとこもあったんですよ。でまあ
パーソーが、まあ、結果1枚打たれてて即1枚打たれちゃうんですけど、まあ、ちょっとまだ悪くないかもっていう風なのもあったんで、なんかこれをね待ち選んでチートイツにするんだぐらいだったら先に6球前引いたらもうリャンペイコドラム嘘だったん で, う, で,、ねうでねうん、ちょっと大きく狙ってみようかなっていう、うんうん、で、まあ、あれがハマる時もきっとこの先あると思うし、うんうんうん、パーソーは先に打たれてなければそこまでっていう放銃したことはまあ、うん、あれなんですけど、だからまあああいう手順って僕は打っていきたいなっていうふうに思ってるので、もちろんあやりすぎたかって思いありつつまたやると思います。いやもう山井さん、なるほどねみたいなのがすごい。平坦期も地獄で一旦構えるかなと思って、うん、そのままパスと短期継続されたんで、うん、あなるほどなと思って9万来た時に判断もすごい早かったし、うんなんかね、決めてた感じです、ね、そうそう、上がれたらもちろんかっこいいし、なんか上がれなくても萩原さんらしいなっていう、うん、なんかそういう、うん、そうなんですよね。だから自分らしく打つという表現が果たしてこうシビアな麻雀ファンにはどう捉えられるかっていうことをもう恐れずに、うん、打っていきたいなっていうふうにちょっと、さっきね、たまたまね、前原さんとかともね、みんなでアンチの話になって、アンチだな、そう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 、お前アンチっていうのは、多分俺が人助けをしようが、絶対文句言うんだろうなっていうような世の中なんでね、うん、まあそれ、そういうことも楽しみつつ、うん、自分もう堂々と自分らしい麻雀を胸張って打っていこうという。全然あれ見てやっぱりワクワクする方の方が多いと思うので、まあ、でも山脇さんだったら絶対しないじゃん。私はまあしないんですけど、山脇さんはワンチャンするかなっていう気はしますけど、いやでもやっぱりそれが本当にその、まあ、高打点には絶対につながるじゃないですか、うん、真似ていきたい部分もすごい多いので、M リーグもちょっと見てるんですけど、はあ、こうやって打点って作るんだなみたいなのもね、まあただ ね本当にいろいろ自分なりに感じる癖ってなんて言うんだろうな、例えばもうこのすごいいいハイパイが来ても、うん、こういう 手が進んだ試しないんだよなとか、うん、なんかやっぱり去年1年打ってこの自動ハイパイ赤さんのこのルールの中でま自分なりになんかこう感じることが結構多くなってきたんですよね。それはそれで少ない情報の中の経験則として、まあ、取り入れながら打っていけたらなとは思いますけど、うん、なんか最後3ピンスーピンのシャンポンになった曲のハイパイとか、あれハイパイめちゃくちゃ良かったのにな、うん、あれ俺最初これテンパってんのかどうか分かんないぐらいああテンパってたみたいな気づいたらテンパってます、ね、あれがなんか全く手が動かないとか、うん、やっぱりなんかねよくあるんですよね、うん、経験として。だからそうですよね、結局上がれもしなかったですもんね。そう、うん、前原さんが上がって手配見てウピアンコになってて、うん、あそうかってこれ結構手代わりしてもやっぱ上がりが厳しい手だったんだなみたいな、うん、ひょっこりあの3ピン数ピンがリーチ入ってあとは当然上がりたくなっちゃうんだけど、うん、3900の手なのって思いながら ね、うん、構えちゃうこととか、うん、でもまあそういうことも、うん、は多分その考えがハマることもあるし、うん、そういう意識も取り入れながらやっていきたいなって思ってます。はい、じゃあ、 まあこの後もフォーカス M もありましたと M リーグの方も、はいはい、あると思いますので、はいはい、引き続き応援してます。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃ続きまして前原さんにもお話を伺っていきたいと思います。本日の対局振り返っていかがでしたか。なんかまあいろいろ試行錯誤してるんですけどね、うん、なかなかやっぱり難しいところありますけど、やっぱり僕はいいか悪いかそこで判断していって打牌を選んでいこうかなとは思いますね。あとはまあ今、まあ、アンチみたいな話が出ましたけどやっぱり基本1年ぐらい前かな、はい、萩原さんと初めてセット組ませてもらって、うん、その時に教えてくださいって僕は言ったらいやいやみたいなことをおっしゃられたんですけど、やっぱり萩原さんの存在ってすごく大きいし、
やっぱり道のりがうちに入ってくれて、僕の知らない人生があったわけで、それが前田に出てくると思うんで、そういう部分を素直に教えてくださいっていう気持ちを持ってたし、それは今日の対局でも同じだしね。やっぱり一回戦の裏スかな、急走で豊潤になったんですけど ね、 あの辺はやっぱり萩原さん降りてんだろうなとか思いながらも、でも復活するんじゃないかなとか、やっぱりいろいろ試行錯誤して、まあ結果としてまあ消去法で急走っていう形になったんだけど、あれが良かったか悪かったかって言われると、まあ批判を浴びてもしょうがないかなとは思うし、もっとシンプルにシンプルに僕らの麻雀はあるべきだと思ってるんで、あそこは急走を打つのはやっぱり勝つには簡単な方法なんだけど、それがいいのかって言ったら分からないなって今まだ、試行錯誤の中ですよね。ただ萩原さんも僕も一緒、同じな部分は一生懸命やる、ここに関してはもう同じだと思う。萩原さんはもう本当に体調だって作るの大変な中で一番稽古してるんじゃないかな。そういうところを我々は見習っていかない。僕はもうこれしかないわけだから我々は。山井さんの力も、昨日借りることになったんで、はい、ぜひ稽古をよろしくお願いします。何の話何の話何を私は考えるんだって。でも本当は萩原さんとやらせてやるってことはありがたいことですよ、うん、それはね、僕、まあ、ここで謙遜し合うのもおかしい話ですけどやっぱり連盟に入ったことでね、圧倒的に前原さんだったり佐々木さんだったり、そのいわゆる、まあ、ベテランと言われる人たちと打つ機会が増えて、今まで感じなかったことを感じれるようにはなったのは事実ですし、それが自分に向いてるか向いてないかっていうのも、これはもう自分の判断になってくるので、全てが経験になってるのは間違いないなと思いますね、うん。今日本当は白鳥さんがそう白鳥さんファンの方、本当に申し訳ございません僕なんかがねなんか急遽変わったんですよね。そうですよ、出れませんかって来たんですよ、うん、なかなかフォーカス M を事前にこう僕組むスケジュールができなくて、うん、そしたら多分古橋君が気使ってくれて、なんか出られた、そう、それで声かけていただいたんで、もうごめんなさいね翔ちゃん本当に、まあ、昨日トップ取ってたからいいか番組だからこれ言っちゃいますけど、本当に LINE 上でも萩原さんがこの日は急に空いたんで 何人かいませんかとか、そういう LINE がバンバン飛んでるんで本当にすごいなって、うん、私めっちゃたまにですけど、今日萩原さんとセットできる方いませんかみたいな、もういいよそんなこと言わなくてもめっちゃたまにですけど、ね、急なんで僕がいつもなかなかね皆さんにご迷惑かけちゃうこともあるんですけど、それでも集まってくれて練習セットやってもらうことも多いので、うん、まあ、本当に助かってますし、うん、だから、まあ、そのなんかね、まあ、やっぱり僕は恩返しを必ずしていかなきゃいけないので、うん、その練習生と一回付き合ってくださった人にも恩返しだし、うん、なんとかねいい形で麻雀にも恩返ししたいし、見てくださって応援してくださってるファンの人にも本当に恩返しをしたいので、まあなかなか必死にやっていきますので、うん、多分なんだよって思われることもあると思いますけど、見捨てずに今後とも応援していただければ嬉しいです、はい、MD が萩原プロと前原プロの応援を皆さんよろしくお願いします。なんか応援してくれる人があってこそのプロですからね、うんうん、本当にそうです。そうですね、皆さんよろしくお願いします。それでは、はい、というわけでですね、フォーカスはまた来週の月曜日に放送があると思います。あ、成績表また出ますかね。成績ますよね。出ないかな、成績表がこうなってますね。今日が2人とも
開幕戦で、うん、そうですね、はいはいはい、まあね、なんかこれを本番にとか、うん、でもそういうことじゃない気もしてきましたね、うんうん、麻雀ってそうですね、うん、だから本当に必死に打って今日悪いこともあるし、うん、必死に打っていいこともあるっていう、もうその積み重ねですよね、きっとね、はい、うん、いいスタートが切れたと思いますので、豪華セムの方は、はい、はい、ありがとうございます。とりあえずコナミ麻雀ファイトクラブベスト10に3人入ってますか。あ、入ってました。ちょっともう一回見ないでも、うん、その辺もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあここで練習していただいて、はい、本番の方も、はい、いや、萩原さん本当ありがとうございました。何ですかそれ。こちらこそありがとうございました。というわけで、本日あとちょっと話は変わるんですけれども、ジョリオーカ、はい、ジョリオーカがあります。17時から最終節ですね、第6節の D 卓、うんうん、対局者が泉由紀子プロ、内田実紀プロ、松岡千秋プロ、斉藤理恵プロで、実況が佐原直プロ、解説が今野慎太郎プロです。この後17時から連盟チャンネルで放送があります。はい、というわけで本日お二人を対局ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、山谷さんも解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけで本日は11回戦12回戦の模様をお届けいたしました。この辺で失礼いたします。さようなら。